完璧なドローとフェードでございますね。うん、今のは、うん、平井博明のワンナップゴルフ、ダウンスイングの、うん、ここ、うん、シャフト1本分変えてんの。それでドローとフェード打ち分けてんの。当たり前でしょ。誰だと思ってんの。そうなの。1本分調整してんだ。そう、あんな完璧なドローとフェードなんて、うん、大きく変えてたらできないんだから、うん、できないから1本分だけ、まあ、だいたい1センチぐらい、これぐらい、そんだけで調整して、うん、あれ打ってんだ。そう、あれぐらいの薄いドローと薄いフェードを打ち分けてる、うん、そう、今さら何言ってんのよ。そうなんだ、うん、それぐらいそのこのダウンスイングでクラブを感じてなかったら打ち分けられない。あ、そうなの。なんで笑ってんの。それあれなの、意図してやってんの。意識してなっちゃう、なっちゃうっていうか、うん、あの勝手になる、勝手になる、勝手になる。例えば今の1球目2球目のドローとフェードは確かに自分から打ちに行った、うん、だけどドローを打ちたいから、うん、こう入って、うん、フェード自体からこう入っただけ。フェードとドローを打とうとしたら、うん、勝手にダウンスイングがこれぐらい変わるだけ。変わるだけ。それは入れ方が変わるから、うん、そう、入れ方が変わるからここが変わる。あ、じゃあシャフトを1本分は別に意識してないんだ。入れ方を変えてる。そう、だってさ、ダウンスイングのさ、ここをさ、1センチ変えてる人はすごいじゃん。すごい。それをさ、やってる体で言ったらすごくない？すごかった。でしょ？だからさ、ここでさ、うん、1センチこう変えてるってさ、うん、俺言ったらさ、やっぱすげえなって思われるじゃん。うん、だから言ったの。言ったの。けど、うん、本当は？勝手になるから。どっちかというと、こっちを、そう、こっちを、こっちを変えたら、そう、結果的に。そう、勝手に動いた。そうだよね、うん。だって角度変わるんだから入る。そうだよね、うん。だから、今ここの話してたんだけど、うん、この、こっちから入れようか、うん、こっちから入れようか考えたらっていうこと。あ、本当はこっちの話しかしてない。こっちでドローとフェード打ったのに、うん、こっちのこと言ってみた。あ、そうするとかっこいいんだ。そう。ここの、うん、そう、ここの1センチでドローとフェード打ち分けてるって言ったらかっこよくない？かっこいい。だからそうやって言った。かっこいい。そうやって言った。もう、うん、本当はここのぶつかる、うん、事故る角度言ってるだけ。いや、そうだよね。うん、こういうこと、ゴルフのスイングっていっぱいあるんですよ。で、そこだけ切り取って動画にして、そう、どうやってやると、そう、すごいってなるじゃん。伸びるのかな？どうだろう。どうだろう。こっちもかっこいいよね。かっこいい。かっこいいよね。絶対かっこいいんだよね。やばいね。切り取りやばいね。切り取り系。切り取っちゃいけないところ切り取ったら超かっこいいよね。そうだよね。だから前も言ったよね。なんだっけ ?9-1 で左手使ってるけど、うん、1使ってるっていうところ切り取ったら左手じゃってなっちゃうんだよ。そう。怖えんだから。そういうことだね。うん。なるほどね。いっぱいあるな、そういうの。でも。ある？うん。ゴルフのスイングって。あ、そう。うん。結果的になっちゃうけど、うん、それをどやるっていう。そうだよね。うん、そう、だから、こういうのをいろいろやっていきたいと思います。だから、この動画を逆を返せば、うん、意識しないでくださいねってことなんですよ。勝手になるもんだからっていう。そっか。じゃあシャフトがどこ通るかを意識しないんだ。しない。結局、入社ですから。まあそうですね。そうですよね。うんうん、そう。だから、結果的にこういう球を打つときにクラブがここを通ったっていうのを、うん、そこを通せば、この球が出るっていう動画があるでしょ。ある？お間違いだから。ある。あるでしょ。そうか。そうなっちゃうんだよね。そうなっちゃう。やれるよ。そういう動画に。できるよ。できるね。できる。できる。そう。だから、やっていい？通常がここです、ダウンスイング。うん、ここ。でも、1センチインサイドから下ろすと、ドローが打てる。で、通常のクラブパスよりも、1センチアウトから来たら、フェードが打てる。あらららら。こうなんですよ。こんなどうだっていいんですよ。関係ないからそんなの。そうだね。あ、あのね、意味ない。今迷って言っちゃったけど意味ないですよ。本当に。
そういうのとこは重要じゃないとか、それはもうあくまで結果論、うん、勝手になりますから、あなんでそういう動画にはお気をつけくださいという注意喚起動画ですね。あ、はい、いいかもしれない。いいですよね、いいパトロール隊として、いい、はい、なんで考え方の順序が違いますから、うん、はい、そこだけ気をつけて動画の方を見ていただければと思います。あれかな、やっぱりそしたら入社が全てなので入社から逆算している動画を見てくださいってこと。そうだね、そうだよね、うん、それが正しいか正しくないかの見分け方、うんうん、だから例えばドローを打ちますって言った時に極端インサイドから入れるじゃない、インサイドから入れるんだったら普通のトップよりもインサイドにあった方がインサイドアウトに振りやすくなるでしょってことなの、うん、それが例えばドローはまずインサイドのこうトップを作ってからどういう風に振ろうとか言ってたら同じことなんだろうけど、いやインパクトのためじゃないじゃんってなっちゃうんでね、うん、そう、もちろんインサイド入れた方がいいんだけど、うん、トップの形を作ってとか いろいろやるとあのこの形にしたいトップってこういう人もいればこういう人もいればいろいろいるじゃない、だからトップの形が優先じゃない、すべてインパクトのため入社のためになんかこうスイングをいじるこう理論を展開してればいい動画かなって僕は思いますけどね。本当にそこは怖いんで注意が必要です。だからこうやってください、結果こうなりますからとかは怖いですよ。あ、こうやってくださいが先だとね、うん、そう怖い、それはちょっと怖いんで、そういう見方を気をつけていただければと思いますね。ちょっと思いついたらですね、注意喚起動画撮っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。